おはようございます。そうですね。こう僕は僕なりにですね、こうまあないものを取り入れたらもっと良くなるんじゃないかなと思って、まあ、アウトローな人たちとこう写真を送ってみたり動画を送ってみたりいろいろさせていただいてるんですけど、どうもこう帰りが少ないと言いますか、何を思ってるかがわからない。うざいならうざいって言ってほしいし、何かあるなら言ってほしいし、好きの反対は無関心なので、そういうことなのかなと。言っちゃいけないのかな僕って、やっぱり間違えたのかなとか、みんなからキモいしか言われないし、声聞いててもなんかやばいけど大丈夫しか言われないしね、ぷんちゃんそんな感じでこれに関してはしっかりと返事をお待ちしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。